はいお疲れ様でしたお疲れ様でした,でしたということで <laughs> THK ラジオ学類第255回の THK ラジオ学類控え室やっていきたいと思います,います今,今強調しましたね255回 <laughs> ちょっとコースでシートが間違えて54回のまま <laughs> なるほど, <laughs> るほど楽しねえなということで、えー、ここからの相手は THK ラジオ学類長の吉川と え同じくえ今回パーソナリティを務めましたえ TSHK 一年の TSHK 一年の浅海と <laughs> え今回同じくパーソナリティを務めました THK 二年の長谷部新とえ今回技術を技術を務めました THK 一年の持月ですよろしくお願いしますよろしくお願いします 中学が終わった途端、かみかに。油断してね、気持ち的に、そう、気が緩んでいる。そうですね。集中しよう。まあ、あの、構成はそう君なんですが。はい。なんと、先週に引き続き、また、いないということでおやおやお不在のままやるっていう。在のまま。いいんですかね。間違ってんじゃねえよ。聞いてますか。ノックさん。構成シート回数間違ってますよ。繋がっております。現場のノックです。いないいないいない。 じゃあまあ昴生さん抜きでやっていきたいと願います。ということで最初オープニングいきますかね。あなたが欲しい便利グッズは便利グッズです。便利グッズはサウミの良かったねライトマンライトマン。いや結構使えるらしいですよあれ。何にでもなるし夜ちょっと本読みたい。なんかまあ多分部屋の電気を消してなんかベッドにこう寄りかかって本開いてその中本の。 女子のとことかにこう要は腕でこうかけたりするで<ー>顔面が光って手元が光るから見えるよみたいないい、ね、あるらしくてちょっとそういう夜を過ごしてみたくなる <laughs> <laughs> ライトマンとと共になんか新しい使い方を発掘したいよねライトマンのあ<ー>あ<ー>結構いろいろ曲がるんですよねスマホスタンドとかスマホスタンドとか、まあ、名称機とかまあ本のそれ<ー>っていうのが一応、うん、まあ公式のというか はいこういう使い方ができるよみたいなってますけど、あ発掘ねできたらね持てれば、こ一緒に寝てくれる、明るくて寝れる、七板で挟んだらこう料理ができるなってところですね。もとこう料理するとき明るいよなって、まあ外でな、なこうライトマンを常に一緒に出かけることによって緊急時にこう ああ道しるべになってくる。ちょっと待ってライトマン持ってる。もう普通に懐中電灯持ってけよ。腕に絡ませて時計っぽくこう。ライトマン持ち運ぼう。いろんな使い方ができるかな。ガブさんが無限ティッシュ。まあ実際あったらかなりのコスト削減。いると思うよ俺。欲しいですね。欲しいよね花粉症持ちには。でも。 まあ言ってましたけど無限ティッシュを家に置き忘れて結局出先でポケットティッシュを買う何や結局ですあはい無限ティッシュのにまだポケットティッシュ作ってるんだ誰もが持ってるものじゃないんで絶滅しそうだけどそんないたらすぐ本当だよねもうそれしかいらないそしたらお二人様ははいモッチーとかそうですね本関係でかぶっちゃって申し訳ないんですけどブックカバーとしおりがセットになって 普通のじゃなくてこうんかあの僕しおりの部分がプラスチックになっててほんとちょっとちょこんって触るだけなんですよ。なんでこうページをめくるときの邪魔にならずに常にこうあ閉じるときだけんかああそれいいね。 プラスチックの部分もページが勝手に自分でめくれてくれるんで。あ、それめっちゃいいな。しおりを。映ずらさなくていい。なるほど。すに。どこまで読んだか。しおりが自動で教えてくれる。っていうブックカバーがあって。便利グッズだね。それ欲しいなと思ってます。確かに。ばんさんはどうなんですか。俺、まあ、先週言ったけど、なんかね、キーファインダーっていう。鍵に。それぞれなんか。つけておいて、キーホルダー的なのつけておくと。こう。 メインステーションみたいなのがあっていろんな鍵の設定したのがボタンがあってそれを押すとんか場所を知らせてくれるみたいななくした時用みたいな感じですよねそれぞれの鍵の設定できて何個かそれ結構落としちゃう人にはうん家で出る直前見つからないみたいなああそれバイト遅刻したからねチャリカキがないっつがない。そういうわ。が減るかなっていうああ いろいろありますよね、便利グッズ、今は、今でもなんか。で、まあ、だから、みんながね、どんなのを求めてくれるのか、この時点ではね、まだね、分かんないけど、ぜひぜひつぶやいてるのを、きちょっと楽しみにしておきましょうという感じですね。では、リレートークで、1個目。1個目か。いいいるらな あんま捨てれなかったよね結果的に捨て切ったのは整理券00番だけあれだけ言わなかっでもトースターとかもあトースターは割と言わいらないでトースターと0番を切って CD とか自販はんか条件付きで残していや最初の1回だけ残してくだまああと月曜も切りましたあ曜月曜も切りましたああいら一個一個一個振り返っていきますかはいトースターは 収録の前にも言いましたけどでも絵がつく焼き色を調整できるんで内側でまあそれには需要はありますけど別に焼き色を調整したところでパンはパンパンはパンなのでだしどうせなんか塗るから分かんなくなるみたいなジャムとか塗ったら結局見えないたら上乗せてピザパンさっきサムイが言ってたけどねあザパンみたいピザパンとかもできないでもなんかトースターなんかこう 理想の家とかを想像した時のトースターってありそうねオーブントースターでもないですよねチンの音で目が覚めるみたいな目が覚めると入れたのコーヒーの香りがみたいな。いいこと思いついた寝る前にパンセットして朝それで起きるんだよ焼けて出てくるタイマー七時間半とかにセットしてじっくり七時間半焼いてじゃこれあの何個目かに四個目に目覚まし時計あるけどなんかくっつけようくっつけばいいなそれで そのパンが飛んできて顔に当たって熱ってめちゃ最高じゃんパンは食べれる寝坊はしないなんだ起きれ起きれ起きれて起きれ焼けたパンが同時に食べれる神だね神ですねそういう条件のもとではトースターとこの四番目の目覚まし時計が生きてくるから生きてくるね。 CG 専用プレイヤースカツギこれは使えないなって気はしちゃうけどねまあね<ー>まあなんか本当にちゃんとした結構要は場所を取るようなああいうのはなんか味があるというかそうねと思いますけどぶっちゃけみんなさ最近 CD で聴いた曲聞いてないまあ借りて,てきてもそれこそパソコンに取り込んじゃってそうですね取り込んでて聴きます CD 回して聴こうとは使わないよな <laughs> そういう,うそうだよねなんか回し聞きみたいな文化はあったよね まあでも CD 自体は売れてますからね。ね。そうううなんんだ。まあ全盛期に比べるとそりゃまあまあ。目的も若干違うと思いますけど複数枚買うっていうのは。なんちゃら剣がついてくる。なんちゃら剣的なのは。なんていうかパッケージの CD ってこう配信にはなくてあのそれこそジャケットがあったりとかキャッシュカードがついてたりとかコレクションあとケースとかね。 はするよね買ったにそういった意味ではねまあそれがそれを買う人がいる以上 c d 専用プレイヤーがあってもまあおかしくはないかなのとない最近それこそ配信が始まってこうんかユーザーに合わせたものがおすすめに出るようになってくるとこうあこんな本あったんだっていう巡り合わせが ああこういうのがあるからこそそうですね自販で初めて出会うう嬉しいみたな。あ、ちょっと興味あるかもっつって買っちゃって意外とハマったりねそっからあるかもねでもんか自販に数百円以上入れるの結構すごくないですか数百200円でお釣りじゃないですか700円ぐらい多分入れますよむしろ1000円札で入れるみたいなまあでも駅には なくてもいいんじゃないかと必要かと言われれば全然いらない本編で言ってたけど一つぐらい置いておいて機嫌ね観光名所にねでまあ次時計は飲ませとでトースターと混ぜましょうあと逆に目覚まし時計例えば7時半にセットしたら7時28分とかに起きたりしませんありますで起きて目覚めてポチちみたいなこう何でもに消すみたいな で決してまた寝出るんだよ。あかんあかんあかなか。現金見ないんですよね。私事なんだけど、教習所行ってるんだけど、あれあの予約するんだよね。そのこの時間に車乗ります。予約をしてそれをなんか無視してキャンセルしちゃうとあの罰金取られるんだよ。金取られる。そうそうそう。俺それ九時四十分に予約したらもうさ、全然起きなくてダメだもん。あれちなみに何時に えっとね9時に設定したんだよ9時40分から学校終わったからえっと目覚まし時は9時そうで俺起きたの10時半だからああ意味ない意味ないいらないねそれだそれいらないですビしてもなくても一緒だみたいなそれ思っちゃうねまあパン焼いてはいかがですかじゃあ一緒にねパン焼いててでまあ整理券0 0番はまあこれはねいらないんじゃわからんねえ何で作ったのかかまあ まあ、数数えたいとかカウントはできるんで一応、ね、あとやっぱこうしゅ習慣づけなんだと思います多分一番の目的としてはこう途中から乗る人あのあ<ー>例えばこう常に始発から乗ってる人は出、ね、理意っていう文化に触れてないわけじゃないですか<ー>でその中でそういう人だが途中から乗った時にいや今はいつもいらないからいつもいつも通り取らなかったんだけど っていうのを防ぐために,に、ね、だったらこう最初から最初も整理券取りよすればバスに乗る時は必ず整理券を取るっていう習慣付けができるからそれでこう<か>例えば補乗車の方針にったりとかでもなんかいやまあ駅のスイカだっていまだに全面に移行できてなくて普通のチケットを使ってる人もいるんで何とも言えないですけどバスの整理券制度がそもそもあんまりねもう消えてきてるしな でもやっぱス,イいいやスイカでもできるにしないと誰もがスイカとか持ってるわけじゃないんで難しいじゃないですか、うんそ,ね、そこら辺のねこう移行期っていうかけどなんか入り口でこう番号だけ取ってでこうなんかどっから乗ったから何円みたいなのを表情見ながら払うのはちょっと、ね、現代っぽくないね、うん、やりづらいかなとやりづらさはありますよね <laughs> でもあと23年もすれば変わるんじゃないかって気がするんだけどねそそううですね移行はそう いずれね。貫徹だってやっと行こうしましたらね。そうですか ?9 月にやっとスイカが。研究学園の街とか言いながらね。全く電子カード使えないんかい。シューンテも何でもないです。これは俺の苦情ですかえ、次が。戦隊ものの登場した時のセリフ。毎回言ってる。マからないをレッド こう冷めた心ブルーなんで温度差があるんだ。<laughs> カ,レカレーイエロー。カレーイエローって、<笑><笑>きっとこれからもこう言ってピンク。<laughs> <laughs> 途中でシルバーとかの,の,の加わって。<laughs> なんかブラックはいつも敵なんだけど、たまに力はたまに。<laughs> しょうがねえな。なかなかありますからね。これ、<laughs> 全然話違っちゃうんですけど。うん、こう。たぶこれが流れてる日が。 2話目とか3話目でちょうど新しい戦隊がリアルに始まってて9レンジャーっていうか聞いたことあるね9人なんですよ9人人数を名前にしてしまったっていすか鼻から9人そうスタート時点で9人いるんです9人もう紹介されてるんですか増えてかないんだでもかシステム上は徐々に増えてくらしいんですけど ビジュアルの時点で人出てるん最初か普通マックスでそれじゃないですか成長して金とか銀とか足して最後は9人みたいなじゃなくてもうメインビジュアルの時点で9人みたいななんか星座か星かなんかねそれで9なそれで星かなでんか今までのと違って今まではこうおよそやがってくる悪に対して立ち向かう戦隊が多かったんですけど このじゃー,ーっていうのはどうやらもうほぼほぼ絶望しかけてて、うんうん、<laughs> ほぼほぼ宇宙が侵略されてる状態でピンチじゃんそこを打開するみたいな最初から絶滅危機みたいな戦隊らしくてちょっと気になってますね個人的に面白そうだねね新しい、ね、だからこのセリフで関して言うと9人分。 そこで1分使うみたいな。いや、二2分ぐらいかかります長い長い。順番違だよ。レッドなどブルーだろ。ああ、ごめんごめん、間違えた。金は最後だ、金は最後全然取れてないし。バラバラの9人が。大丈夫。勝てる、それで。わちゃ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 。9連じゃんつしまんねえよ。しまないよ、もう。それ確かに何十はいたくないから、初回以外はいいや。もういいやみたいな。 新しく帰ってきたら新しく帰ってきた人だけお願いします。<laughs> 初回だけ。俺,たはね、俺らはもういい <laughs> あ。君2回目だっけいや、お2回あ、3回、どっちだいや、まあ、やっとくかやっとか,か <laughs> とりあえず、1から9まだからでやってくださいねっ。全部ググ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 いググ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 いググ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 グ敵ググ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  たぶん30分のうちの4分の1ぐらいが検身と掛け合いで終わる。話が進まない。いらないわ。いらないですね。毎回やることであれですよね。途中から入った人もわかりやすい。まあそれは親切だね。それいいんで、すで最後。いや、いらない。いらない。 議論する必要あるよ。すまでもない。議論の余地がないね。いや、開けなくていいんですよ、月曜日は。日曜日2つになったら、でも、2日目の日曜日で、明日火曜日かよ。結局、そうなるんですよね。学ばないんで結局、そうなる現状の欲求を満たすても結局。今まで月曜日に向かってた矛先がさ、急に火曜日に来るからさ。火曜日が火曜日が、ええ、俺かよ知らねえよ。でも日曜日2日めっちゃ分かりづらいですね。

ワーーキングホリデーじゃないですかいやだ目疑ったもん,なんかさ絶対丸くるなと思ってさ腕組んで待ってた何かきからそ <laughs> うかなみたいな <laughs> バでしたけど。分かんない人もいると思うので、まあ、ラジ学ツアー in 日本ということで企画趣旨的には普段お疲れのラジオ学類長に、はい、パーソナリティこが日本のね、うん、ある地域に行ってそこのツアーをプレゼンするという。 企画ですけど、普段そうですよね。疲れてないんですよね。おおよそ疲れていない。うん、まあ春休み入っちゃったしな。あ、そうです。ちょっとね、つ筑波 U ワールドというところに行ってきましてね。お風呂入ってすごいごリフレ。お風呂。お風呂。リフレッシュ。ああ、およそ疲れてないね。疲れが取れてるじゃないですか。いらないです。いらないです。 めてるな。おすすめするまでもないとかまあなんかパーソナリティがぬかしおって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 なんだっけえっと最初満員電車の満員電車要は満員電車遅刻オフィスもうツアー始まってるからねこれ慌てて昼飯遅刻して午後業務で定時で帰れないで定時で帰れず付き合いで飲んで終電を逃す最悪だよなんでだよなんで俺 その癒しを得るために癒しじゃないもななね社会の厳しさを勉強しなきゃいやこう春休みが長すぎてこう怠惰になりかねないそうだよねちょっとね学習ぐらいで大学の春休み長くてだらけちゃうからちょっとそういうしっかりしておこうとシャキッとしておこうと僕のね善意僕たちのわかる 俺絶対行きたくないけど。俺絶対行きたくないですねでっ。本編でいや行きたいよねとか言ってたじゃん。大変だ <laughs> もうあの満員電車の時点でもう勘弁勘弁だね。そうですね。バやっぱりバツ。残はそれがいいと思うな <laughs>。なんでやねん。や結構鬼畜ですからねこの旅行は。はい。 実際そうなのかね社会で言ったらいい,やっぱりい,いまあでも割と終電<い>、うん、のガスはないにしても割とテンプレだったと思いますよ<ー>正直まあいろんな人いるから合わない上司とかはやっぱりそうかな絶対我々が教えたプランの一個か二個を皆さん抱えながら普段生活していると思いますよ実際は大人、ね、になりたくないな <laughs> ずっと大学生でいたいわ <laughs> かるなずっと春休みでいたい <laughs> 春休みでいたい <laughs> <laughs> ダメだ。もうダメな大学生しかいない。エンドレス3。エンドレス3。まあでも、春休み皆さん長いんで、こう、まあどっか旅行行ったりしますよね。大学生ぐらいなら結構いろいろ自由に、そうね。どっか行ったりしそうですよね。それこそ本物のリフレッシュができたりね。そう、こんな。本物のリフレッシュ。ロードツアーじゃなくてね。温泉地にちゃんと行ってみたりしたいですよね。ちゃんと。泊まりでとかね。泊まりで。 本当のリフレッシュを求めて。かなと思うまぁこんな感じですかね。で。まぁそう、えっと、エンディングで。はい。次回のリレート句。えっと、なんだっけあなたの捨てられないもの。はなんかあります。これ、個人的に意見は言ってないですもんね、俺は。言ってないです。さらっとはちょっと捨てらもはい。もの捨てるの得意。いや、俺結構苦手ですね。取っちゃう苦手だね。 なんかよくあるじゃないですかそう掃,除し掃除しようって発掘する、うん、あこれ幼稚園の時さとかいうふ,うをふけて全く進まずにあ<ー>ただあの周りが思い出の品で囲まれて散らかっておしまいみたいな<ー> <laughs> 割とテンプレーのし戻して終わる <laughs> 閲覧終了みたいな。<laughs> ちっちゃい時好きだったぬいぐるみとかもさああてらんないすねあからねるじゃん捨てるのがすごいぬいぐるみとかはねんか愛着湧いちゃうと何でも思い入れがあったような気がして結局それ系じゃないんだけどあのコンビニとかでご飯買ってついてくる用事あああれ俺結構取っちゃうんだああ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 あまああ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 あ 出して結構なんか取っといちゃうんだよね。でこれ十数本たまって使わないんだけど。あげるよ今度だ。かっていうちょっとね違う方向で捨てられないとかはあるけどね。もっなんか。捨てられないものかなんだろうなうんあ,あれが捨てられないです。あの本に挟んである、うん はここの出版社から出る新着情報みたいな。あわかるわかる。あの冊子が捨てられないんですよね。なんだかんだ俺も冊子のまんまですね。なんか持っちゃうよね最後。帯とかも結局。小布。結局全部セットで残すとみたいな。あの CD のセベオシンの色。ああ、残しますね。実際使わないのに。こことか結構残っちゃうんでね。なんか買った時のまんまで割ともっときたくなっちゃいますよねどうしても。 シリーズものとかで一個だけなくなるともう全部いらなくなっちゃう。あもうお店見らねえみたいな。やっぱコレクション性質とかあるよね。日本人結構揃ろえがちというか集めがちというか。収ありますよね。何かとりあえず持っておこういつか何かに使えるかもしれないが割と。もったいない精神もあるすで相まってね。 そのいこのなだからそういうのってこの引っ越しとか,なんか根本的に住みかを変えるときにもう大きく捨てなくっちゃ変わらないとか聞きます<ー>なんかもう心境が例えば狭かったらもう捨てるしかないみたいなんか迫られると減らせるみたいな<笑><笑> <あー S 1> あ本当に必要なのかみたいな。ねまあ、そういういのを、ね、ぜひ、まあ、3月 別れの季節っって言ついでに区切りのねものの別れとしていやんかここでああいう感じ行ってみたいですよねいや元カノの手紙とかささあここ切ってもらってくださいスルーしてたけどいやんか元カノからもらった手紙とかなんか言えるといいですよねもかちら缶ジュースとか。 いや俺おってことないんですけど俺の友達にその付き合ってた時とかのち飲んだ飲んで返されたなんかこう缶ジュースと缶粉を残してる人がいてる友達にいやそれはねえなと思ってないねないないらないなもらったものなら分かるんですよね手紙してられないは分かるかもしれない手紙は分かるんだけどあとあれなんかその その子からもらったクリスマスプレゼントの包装紙とか、うんえー、そこまで、<laughs> それを包んでた袋とかなんかそういうのをなんかちゃんとあの紙綺麗に剥がしてたたんで保存する友達とかもいて、まあ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 あ、俺じゃないっすよ <laughs>。っっ <laughs> 俺先だって元枯って言っちゃいましたから。まあでも袋まで凝ってんだろうなとは思うけどねあ。まあまあ、うん、そこまで考えて一つのセットだからまあ確かに取っておくことがこう。 付き合い続けてるのであれば彼女にとってのあれなのかもしれないけどそれが別れてしまったあとまで撮ってるのはちょっとどうなのっていうところな気がするだろう地味にイトが溜まっている気がする「う語ってるぜ」みたいな「法望月語ってるぜ」まあまあいろいろありますよねいろいろありますいますからね捨てられる人捨てられない人いるからこそまあまあまあどんなのがあるかね 気になりますね。あのまあシャープラジガーとあなたの捨てられないものを発したいつけてぜひつぶやいてください。お願いします。どうぞ捨ててられないいいものつぶくださという感じでまあ次回はゲストに結祭さんが来るということで3月結祭があるのでねもう近いですよねだいぶそちらも結祭って普通のお祭りそうそうそう駅前でやってあ駅前だ。 いろんなお店が来ててね普段こう遠くて筑波大生自転車だけじゃちょっと行くのしんどいわみたいなお店の、ね、ああ5年前の車とかが来てくれてるんでねこれ地元を楽しむ的な,祭りなうそうそうそう,そう,そうだったとう<あ>地元の人たちがこうむす一緒になる結ぶみたいなそれでいいかと思うなるほど詳しくは来週の放送で。